言い換えられるのかな。ちょっと、おはようございます。私から一点申し上げます。昨日学生のキャリア形成支援を促す観点から文部科学省と厚生労働省との連名でインターンシップの推進にあたっての基本的考え方を改正しました。これにより一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については大学4年時の採用活動開始後に活用することが可能となります。これにより就業体験を伴う質の高いインターンシップが根付いていき学生と企業との間のマッチングも向上することが期待されます。引き続き関係省庁と連携して産業界や大学等への周知広報をしっかりと進め学生が安心して就職活動に取り組める環境の整備に努めてまいりたいと思います。私からは以上です。それでは幹事社の方からお願いいたします。はい、幹事社のテレビ朝日です。よろしくお願いします。まず IPF についてお願いします。10日に貿易分野に関する非公式閣僚級会合が開催されました。7月末に公式閣僚会合が開催されるとの一部報道がありますがスケジュールはいかがでしょうか。また今回の非公式会合を踏まえた公式会合への期待はいかがでしょうか。はい、今後のスケジュールに関する報道は承知しておりますが現時点では何ら決まったことはございません。先日日本時間で11日のパリでの非公式閣僚会合では各国から具体的な成果に向けて議論を進めていくことへの期待が述べられました。日本としては貿易投資の円滑化デジタル経済サプライチェーン強靭化脱炭素クリーンエネルギーを含むインフラ開発の促進等貿易など4つの分野について地域の実態を踏まえた具体的なメリットを実現する枠組みとしていきたいと思っております。できるものから早期に成果を実現できるように日本としても貢献していきたいと思いますがこれ、あまりテーマをアメリカ側で絞りすぎると皆さんがまたテーブルにつきづらくなると思うんで、まずはスタートしたばっかりですから丁寧にやっていくべきではないかなと思っています。幹事社からもう一つ質問があります。原油高に加えて円安が進んでいます。日本でも物価高も合わせて進んでいます。激変緩和策による対応も継続されていますが電気代、ガス代の値上がりも、家計にダメージを与えています。政府として追加の対策の検討状況はいかがでしょうか。はい、エネルギー価格等の高騰による国民生活や経済活動への影響を最小化するため4月に取りまとめた原油価格物価高騰等総合緊急対策を着実に実施していきたいと思います。具体的には激変緩和措置に加えてセーフティネット貸付の利下げなどによる中小企業の資金繰りの支援ですとか1兆円の地方創生臨時交付金を活用した家庭や事業者に対する地方公共団体による電気・ガス料金の負担軽減を国としても後押しするなど政府全体できめ細かく対応してまいります。1兆円ってかなりのボリュームなんでそれぞれの地域の事情に合わせてしっかりこれ使っていただきたいなと思ってるんですけれどその1兆円の地方交付税地方創生臨時交付金の使い方をですねぜひ例えば家計に困窮されているエネルギー代の補助として使うのは各自治体でも始まり出してますのでこういったものをしばらく様子を見ていきたいなと思ってます。また電気自動車の購入補助を最大40万円から85万円に増額をしたり照明設備など中小企業が少額でも省エネ投資できるよう省エネ補助金要件の緩和などを実施し需要面でのエネルギー構造転換も同時に促進をしてまいりたいと思います。まずはこれらの支援策を迅速に実行に移していくことが重要でありまして原油高、物価高騰に対し万全の対応を行いその影響に苦しむ事業者の皆さんもしっかりと支えてまいりたいと思います。他はいかがでしょうか。どうぞ。読売新聞です。はい、関連なんですが、関西電力の、三浜さんの役について関西電力の運転再開を1ヶ月前倒しして8月に運転再開を行いました。夏の供給力増につながる動きかと思いますが、ご了解いただいているのが1点目。あと、電力会社などで需要抑制によるポイントを付与するなどの取り組みも進んでいます。じゃ夏の需給逼迫回避に向けたその各社の取り組みについても大臣の評価を伺えればと思います。はい、関西電力が美浜発電所3号機について、テロ対策施設の完成時期を見直して、運転再開時期を今年の10月20日から8月12日に前倒すと公表したことは承知をしております。
今まで電力各社に供給力確保について働きかけをしてまいりましたが、こうした取り組みがこの夏の電力需給の安定に貢献することを期待します。関西電力には引き続き安全最優先で工事や検査に取り組んでもらいたいと思います。また各電力会社において需要抑制をした際に節電ポイントを付与するなどの取り組みがなされていることは承知しております。今後こうした取り組みがさらに広がることを期待していますが、大手の皆さんに割とシステムを含めてやりやすいのかもしれないんですが、新電力の会社さんが同じようなことをやるのは難しさもあると思うので、汎用できるようなものがあればですね、そういったものを上手に使って取り組みを一緒にやっていただいたら効果が上がるんじゃないかなと思います。政府としてはまず追加の供給力の確保に向けた取り組みをしっかりと行った上で、国民の皆さんには各電力会社の取り組みも活用しつつ、この夏はできる限りの節電省エネにご協力いただければありがたいと思います。他はいかがでしょうか。すみません、どうぞ。テレビ東京のです。アメリカの半導体大手のマイクロンが広島の工場で、ワンベータと呼ばれる最先端の DRAM を、年内にも製造するという、意思を、取材に答えています。さらに追加の投資をしていくことを考える上でですね、その日本政府と協議をしていきたいと、支援を、期待をにじませています。この点日米連携の観点から、追加の資金的な支援を検討することというのはございます。まず報道については承知してますけど、マイクロンテクノロジーが正式に公表したものではないというふうに思ってますので、今日時点でのコメントは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、我が国における先端半導体の製造基盤の整備はサプライチェーンの強靭化の観点から重要性を増しているため、これに資する取り組みに対しては民間による投資を後押しすべく、政府としても必要な支援策を講じていきたいと思います。前回お認めいただいた補正などについては大体行き先が決まってしまってますから、仮にどういう内容なのかきちんと説明していただく上で、秋以降応援の価値があると国益にも補強するということであれば、支援することは無策ではないと思うんですが、今の段階ではちょっと中身がわからないので、工場の拡張などではすでに補助金は皆さんにお使いいただくことはできてますので、それを超えていく提案になるかどうなのか、ちょっと時期が来て説明があればよく聞いてみたいと思います。他はよろしいでしょうか。はい、以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。